振り返るとやっぱものすごく天皇杯もルヴァンカップと同様、あの天皇杯も厳しい試合があったんですけど、みんなで乗り切れた試合だった、あの大会だったなって思います。池本選手、はい、今シーズン充実してたんじゃないですか。そうですね、やっぱあの試合にもたくさん絡ませてもらいましたし、こういう大舞台を2回も経験させてもらったので、ものすごく充実したんですけど、まあ、今日はそうですね、ちょっと気持ちが空回りしたというか、ちょっと満足できるプレーじゃなかったので、またこう休みを挟んでしっかり来シーズンは気持ちを切り替えて、まあ、いいシーズンに送れるように、はい、今日の試合も経験を生かしていきたいなと思います。そうですね、まあ、やれることは少ないですけど、やっぱりみんなで助け合いながらやれてるっていうのは嬉しいので、ね、すごくいいところだと思ったんで、そんな引き続き、まあ、これからもやっていきたいですね。いいスタートを切りましたけれども、はい、今年の抱負を。今年の抱負、そうですね、まあ、ACL あって、まあ、すごく厳しいシーズンというか大変なシーズンだと思いますし、けどまたこういう喜びをみんなで味わえるようにやっていきたいなと。一つになって、まあ、絶対勝って気持ちよく終わろうっていうのはみんなに言い当てたんで、それが現実になってよかったです。しばらくいいオフになりそうですね。そうですね、ゆっくりです。休みます。顔もやばいですね。やばいぐらい嬉しい。はい、すごいっす。すごい生きてよかったっす。いや、はい、今日も120分走りまくってましたね。はい、もう足つりまくってましたけど、もうでも気持ちで戦いました。おっしゃ、選手おめでとうございます。でも、まあ、入ってないもんえ、でも今日ベンチからすごく声出されてましたよ。聞こえてました。そのメインの前の方で見てたんで、はい、まあまあでもやれることはやろうと思って、うん、今日はね、そうだったかもしれないですけど、ここまでの試合は全てにこう出場されてますから、この天皇杯は決勝に出なかったですけど、ね、まあ、でも優勝してくれたので、うん、いいシーズンだったじゃないですか。今日は今年じゃない、今シーズンはどうでしたか。まあそうですね、まあ、個人的にはまあ、最初の方はなかなかきつい時期もありましたけど、まあ、コツコツやってきて、カップ戦はゴールも決めたし、まあ、来年はリーグ戦も来たり、あ、いいよ、いいよ、じゃあ、メイン来たんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。メインちゃんでお疲れ様です。じゃあ、メインに渡します。じゃあ、今日の方しっかり、ありがとうございます。じゃあ、しっかり、本当のタイトルっていうのはいかがですか。よかったですね、はい。今日は120分続けましたね。まあ、厳しい戦いでしたけど、うん、まあ、延長に入ったら負けないっていう強い気持ちだったので、まあ、それがこう実行できて良かったなと思います。はい、あ、戦いが来ました。かっこいいですね。やっぱちょっと口荒れてますね。石井さんも結構あのボロボロす、結構ボロボロだ、はい、おめでとうございます。どうですか。いや、もう結構カメラ目線ですね、はい、まあ、みんな信じてたんで、あの、まあ、今日最初点取られましたけど、うん、まあ、当てることなくあの声かけ合ってあのやれたので、はい、よかったです。途中からの止めだったんですけど、すごい力強く頼もしかったですね。はい、先輩なんで、ああいうとこ見せてもらえないと困りますこっちは。はい、まあ、あの声ね、声だけでも、うん、まずはっていうのは、まあ、怪我人が多かったんで総力戦だと思いましたし、うん、こういう今年1年間こうみんなと戦ってこれてすごい嬉しかったです。いいこと言うね。はい、ありがとうございます。田中選手、唯一天皇杯すべて出場されてますね。1回戦からどうですか。それをずっと言ってましたもん。お風呂の中で俺はずっと出てるいやいや、まあ、あのそれ監督が、ね、使ってくれたので、あの、まあ、その期待に応えないといけないし、まだね、来年あの違う大会も始まるので、まあ、しっかり、体調整えて頑張ります。おいっす、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。まあ、本当に2点目入って、からは結構安心して見れたので、みんなも全然走れてたので、安心して見れたし、決まった瞬間は本当に嬉しかったです。2冠っていうことで、どんどん今年は歴史を塗り替えましたよね。まあ、そうですね。全員でしっかり戦えた結果は、この2冠だと思う。これを毎年続けれるようにやっていきたいなと思います。まあ、本当にフリーで、シーズンまで掴んで枠に飛んでよかったんです。
準決勝から、まあ、2試合スタメンで活躍されてて先生もお願いします。まあ、どうする2人でやる一緒にすぐできる、うん、力が入ってたんじゃないですか今日の試合。そうですね、まあ、本当に決めれてよかったです。山村選手のゴールの瞬間を先選手見てていかがですか。いや、俺は全力で詰めてそれ転がってましたけど、それ見えてたから俺は行かなかったもん。まあ、柿谷選手も、まあ、今シーズン、まあ、元日から優勝ですけれども、いいスタートが切れたんじゃないですか。そうですね、勉強になかったです。まあ、でも今年は、まあ、まずこう基礎の部分からっていうチームから始まって2つ結果を上げてみれば2つのタイトルというのはこの結果はどうですか。勝ったんじゃないですか、まあ、これもあれもやっぱり今まで森ちゃんさんたちが優勝してこなかったわけなので今は気楽にやりました。でもいいスタートが切れたんじゃないですか今年2018年。まあ、そうですね、うん、来年みんないい年に、今年かみんないい年になりますよ。2つのタイトル取りました。いや、まあでもルヴァン取ってから、まあ、もう一つタイトル取りたいという、まあ、欲みたいなのが、まあ、みんな出てきたんで、モチベーションも本当に高かったし、それが割と諦めない姿勢にもつながったので、もう本当に。まあ、先生をされたけど、まあ、いい試合だったらいいかなと思います。怪我の心配もありましたけど、しっかり決勝戦スタメンで出られて120分、さすがだなと思ったんですけど、まあ、ギリギリでしたけど、まあ、これがもし何かあった時のために、まあ、交代をこれ1個残しておいてほしいって言ってたんですけど、まあ、でも他の選手はこれ、いっぱい足つっちゃったんで、あんまり変わらなかったですけど、まあ、でも本当に。トレーナーの人も含めて、本当に間に合わせるために、本当によく頑張っていってくれた治療とか、含めて、よくやってくれたんで、今日はその人たちに一番、今日は優勝プレーナーをしてあげたいかなと思います。改めて、どんなシーズンでしたか、今シーズン。本当に、試合に重なった。あ、これでしょ、この後。今優勝もして、本当にいいチームだと思うんですけど、なんでレスクないの？なんでレスクじゃないの？いつもこんなんだろう。まあでも、18年もあの ACL もあるから絶対落ちないように、まあ、抵抗して頑張っていいです。期待してます。ありがとうございました。ヨネッチ選手、おめでとうございます。Thank you for making a portable smile. It's not an easy thing. Yeah. 簡単なことじゃない。まあ今シーズン2つ目のタイトルですけれどもいかがですか。How do you feel? It's the second title. Crazy, yeah. 素晴らしいですね。Crazy ですね。120分にわたるこう激闘でしたけれども、今日の試合を振り返ってどういう試合でしたか。Really tough 120 minutes for you. What are your thoughts looking back? It's tough indeed, yeah. But I think we all fight together, all players. So the bench understands we fight together and we did it all together. 本当にタフでした。あの出てる選手だけじゃなくてベンチの選手、それにスタッフ、ファン、皆さん一丸となって取れたタイトルなんで本当に嬉しいです。苦しい時間帯もありましたけど、さすが米津選手しっかり。There were tough times in the game, but you managed to keep the defense solid and didn't leak any more goals. Yeah, it was tough, especially to being one down and you have only 90 minutes. It's only one game and all depends on it, but good we scored a goal and after that we changed the game to our advantage. そうですね、こういう一発勝負は失点したら本当にもう追いつくのが本当に難しいので、まあ、なんとか後半に1点取ってから勢いがつきましたね。改めて今シーズン米津選手は新しくセレッソに来られて本当に必要な戦力だったと思うんですけれども、振り返ってどんなシーズンでしたか。 Of course, it was a good match for you to come into Cerezo. You did really well. It was a good sign for Cerezo. What are your thoughts looking back on the whole year? Yeah, I agree with that. I had a good season and the club has a good season and we matched together really good. I'm glad I'm here.
そうですね、個人的にもすごいいいシーズンでしたし、まあ、チームにとってもすごいいいシーズンでした。まあ、うまく私自身がチームにハマったんじゃないかと思います。まあ、来シーズンも一緒にセレッソで戦っていただけるということで、抱負をお願いします。 You said that you are playing, going to play Seleso again next year. What are your thoughts on the next year? Really looking forward to play again with this team, with these teammates and in front of our fans. I'm hungry, I'm gonna play for Seleso and wanna do my best. そうですね、まあ、この今日戦った同じメンバーとまたやれるの楽しみにしてます。より強い、まあ、ハンガーというか意欲が湧いてきたので、本当にまたタイトルを取りたいと思ってます。期待してます。おめでとうございました。 I wanna say Happy New Year for our fans and I hope we can have more happy moments like this in New Year。まあ、ご覧になっているファンの方に明けましておめでとうということを伝えたいと思います。また来年楽しく一緒に戦いましょう。おかげさまで最高の新年のスタートでした。ありがとうございます。失礼でした。どうも、feliz, uma sensação que não dá para explicar, você tem que curtir. 嬉しいですね。説明できないぐらい嬉しいです。ジンホンはよく守ってくれたんです。ありがとうございます。いや、素晴らしいセーブもありましたけど、ジンホンどうぞ、ジンホンかっこよかったね。もうアンダーソーじゃ、足つってたらセーブします。目前にしておかれたらよく当たりつけます。もう本当に、幸せなことばかりです。フィニッシュ大好き。自分、セレッソを来てから一番いいシーズンになったらと思います。セレッソやテコランドに来て。素晴らしい。最後にサポーターに向けて。今日、ハービーやっぱ、トルシーで MC なぜ？もちろん。Queria agradecer pelo apoio durante todo o ano aí. Acho que a gente se esforçou muito ali no treinamento, nos jogos, a gente conseguiu dar dois chips felizes, então, ありがとうございます。1年間支えてくれてありがとうございました。本当に自分たちは毎日毎日頑張ってくれたのはサポーターのおかげだと思います。本当にありがとうございました。もう本当に、今まで皆さんが、お痩せ応援いただいたんですけど、なかなか、まあ、こういう結果を出せなかったと思いますので、本当に今年こそこういうタイトルを取って、本当に皆さんにもう本当に喜べる、時間を作れて本当に良かったと思います。本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。たまたまこうやってなんか点を取れたのもありますけど、まあ、ファンやサポーターだったりとかチームメイトだったりここまで積み重ねてくれた仲間がああやって最後まで走らせてくれたのもあるので、本当にみんなに感謝してますし、まさかこうやって二冠できると思わなかった。もうそれは誰も思わなかったと思いますけど、こうやって終われてよかったと思います。まあ、ルヴァン優勝してからもう一回景色を見たいってみんなで望んだ天皇杯だったので、なんか前よりはちょっとみんな落ち着いた感じだったし、取っちゃったよまたみたいな、またそこ行っちゃうみたいな感じだったんですけど、まあ、でも本当にこうやって上昇軍団になっていく一歩目だと思いますし、まだまだ足りないこととか課題ってたくさんありますけど、まずはこれは自信にしていいと思いますし、でも調子乗ったら危ないセレッソなんで、いい意味で危ないし悪い意味でも危ないし、しっかり来シーズン気を引き締めてやることが大事かなと思います。準決勝決勝とゴールも決められて、それ以外でも今年大活躍でしたけど、今シーズン振り返ってどうでしたか？まあ、1年目から1年目だったんですけど、まあ、いろんな方々にこう温かく迎え入れていただいて、怪我も2回しちゃったので、こうやってみんなの後押しがあったからこそ今年走り切れたと思いますし、まあ、そのご褒美だったのかなと思います。1年間よく走っていただいてありがとうございました。おめでとうございました。